死んでも話さないわよ。生も死も同じ。ちょっと形が変わるだけじゃない。皆さんこんにちは。オリエントアルカディア超春夏役の今井麻美です。春夏は敵に恐怖を与えたりとか、なんか苦しめたりすることに喜びを覚えてしまっているちょっと怖い殺し屋さんでございます。で、彼女は手にすごく大きな釜を持っているんですが、その釜を任務が終わるたびに綺麗に拭いている几帳面な部分もあったりとかしています。そしてちょっと冷徹で不愛想だなって感じるようなところがあるんですが、とっても可愛らしい一面も持っているんですよ。例えば彼女は身の回りのこととか全然できないんですよ。で字がすごく汚かったりとかして笑われちゃったりするところもあるんですけれども、そういったところが殺し屋と素の部分とのギャップがあったりとかして、とっても魅力的なに皆さんが感じていただけるんじゃないかなと思っているので、ぜひゲームの中でプレイして彼女の魅力を味わっていただきたいと思います。伊藤静香さんが演じてらっしゃる呂不韋っていうキャラクターがいるんですけれども、このキャラクターがすごく私の演じている超春夏ちゃんとすごく縁のあるキャラクターで、見た目はとっても表情とかクールで、髪の毛は金髪でツインテールをしていてすごくクールな感じに見えるんですけど、すっごいこう胸に熱い思いを秘めてる、彼女もある意味春夏ちゃんとは違うギャップを持ったキャラクターになってるんですが、ぜひこの超春夏ちゃんと呂不韋を一緒にゲームの中で出陣させていただいてプレイしていただけるといいなって思ってます。そうですね、最も印象的だなって感じたのは、やっぱり私たちアフレコをするときに事前に資料をいただくんですけど、もうやっぱ超春夏ちゃんのイラストが本当に綺麗で美しくってかっこよくって、やっぱそこにあ、このキャラクター演じさせていただけるんだと思って、すごくやっぱ惹かれる部分がありましたし、私キャラクターの背景の作り込みとかも結構見てしまう方なんですけど、そういったのも本当に世界観が幻想的で、皆さんも興味を持っていただける部分なんじゃないかなって思いましたし、収録の時にスタッフの方に聞いたのが、もともと手に入れたキャラクターがレアキャラクターだったとしても、こう育てていくうちにウルトラレアまで育てることができるっていう風に聞いたんですよね。まあ、もちろん本当は私の演じた春夏ちゃんをこう皆さんにめでていただきたいなという風に思ってるんですけれども、皆さんが気に入ったキャラクターがたとえレアキャラクターだったとしても、愛を込めれば強くなるというところにとっても魅力を感じました。ただいま事前登録受付中です。私もリリースされるのを本当に楽しみにしています。それではゲームの中で春夏ちゃんとしてお会いしましょう。